イスラエルミリタリーインダストリーズされたものが多い。なお、消化器部門は2005年に IMI 社の組織替えから独立状態となり、新たにイスラエルウェポインダストリーズの社名で再スタートを切った。2013年よりイスラエル政府は IMI の売却計画を進めていたが、2018年11月に IMI 社は同じイスラエルの民間軍事企業である。 エルビットシステムズの子会社となったことが発表された。IMI 社は1933年にユダヤ国防組織、ハガナーのための武器密造と、その密造によりイギリス等からの武器援助が望めなくなったことを受け、国外のユダヤ人の助けにより設立された。特にその設立に深く関与し、武器開発用製造機器等を密輸出していたのは、チェコ系ユダヤ人であったという。 1948年にイスラエルが建国された後は、兵器の国産化を図るために、様々な国外の兵器をコピーしつつも、それをイスラエルの風土、戦争に合わせて回収してきた。1940年代後半には、イスラエル発の国産機関銃として、ドロール系機関銃の改良、生産を行った。最初の IMI 社オリジナルの武器第1号は、 7 6 2ト、mm、ルダビドカ迫撃砲である。この他にも、海 -16 戦闘機の回収や、フランスの援助によって開発された、エリコ弾道ミサイル、B-300 シーポン対戦車、ロケットランチャー等を開発した。なお、海 -16、ジェリーコ等については、同国の軍需企業である IA、IAI 社、ラファエル社等が現在は生産している。 現在の IMI 社は、陸戦火器部門、弾薬製造部門等に分けられている。IMI 社の現在の所在地は、テルアビブ市内のラマトハシャロンである。IMI 社消火器部門の敷地内の一角は、引き続き EV 社として、現在も存在する。デザートイーグルージーガリルタボールネゲブ以下に、IMI 社の代表的な拳銃、サブマシンガンアサルトライフル、軽機関銃を挙げる。 メルカバマークサンアキアラー -160 を発射するリンクス総輪式自走ロケットランチャー。ありがとうございます。